こんにちは、ゆるせみです。今回の動画はですね、SPYD を安く買うタイミングということで、SPYD をですね、買い始めたけど、どういったタイミングでですね、買い増しをしていけばいいのかわからないという方もいらっしゃると思いますので、安く買うタイミング、どのようなね、タイミングで買っていけばいいのかっていうのをね、考えてみましたので、そのお話っていうのをさせていただきたいなと思います。ではですね、SPYD を安く買うタイミングということで、この安く買うタイミングを測るときにですね、SPYD の冷やしチャートを使っていきます。まず一つ目が終わり値での最高値っていうのをね覚えておくことにしましょう。次に二つ目、最高値から何パーセント下がったら買うというふうに決めておきましょう。次に三つ目、終わり値の安値が更新されない限りは追加で買わないようにしましょうというですね、まあこの三つのルールをですね決めてやっていくことによって安くですね SPYD を買うことができるということになっています。ではですね、実際に最高値から 5% 下がったら1000ドル買うというルールで2015年からのですね、冷やしチャートを見ながらですね、実際にやっていきたいと思います。まずこちらがですね、2015年のチャートになります。2015年のですね、10月ぐらいからですね、SPYD が上場したので、まあ、途中からのチャートということになります。2015年の終値での最高値というのがね、30.45 ドルということになります。ここからですね、5% 下がったら1000ドル買いますというところで、そのタイミングはどこかというと、1回目がここですね、28.67 ドルということになっています。で、この 28.67 ドルより安くなったタイミングっていうのがこちらになりまして、28.51 ドルということになります。ですから、2015年はこの2回ですね、SPYD を買ったということになります。では次、2016年の前半に行ってみたいと思います。2016年の前半ですね、頭からいきなり SPYD の株価が下がっています。まずこちら、28.3 ということで、2015年に 28.51 ドルで買ったと思うんですけども、2016年の最初の方でですね、28.3 ということで安値が切り下がったんで、さらに買っていきます。そしてまたさらにですね、安くなったんで買っていきます。まあ、このような形でですね、どんどん安くなるために買い増しをしていきます。そして、その後ですね、SPYD の株価は回復して、終値での最高値が 33.58 ということで更新されました。で、ここでですね、また 5% 下がったところで 31.88 ドルというところがありましたので、ここで購入します。というところで、2016年の前半はですね、全部で5回購入するタイミングがあったということになります。ではですね、2016年の後半見ていきたいと思います。2016年の後半ですね、前半でつけた最高値をさらに更新して 35.02 ドルということになっています。そこからですね、5% 下がったタイミングということで、ここの3つですね、33.03 ドル、32.68 ドル、32.49 ドル、ここの3つをですね、買っていきます。ということで、後半はですね、ここの3回買うところがあったということになります。そしてですね、またですね、2016年の後半で最高値である 36.41 ドルっていうのをつけました。そして2017年に入りまして、34.44 ドルというですね、安値、5% 以上下がった安値っていうところが1回だけあったんで、こちらで購入します。2017年はですね、これ以外買うところがなかったので、ここの1回だけとなります。では次はですね、2018年前半ですね。2018年前半は、こちらが最高値 38.74 ということになっています。こちらからですね、買うタイミングが 35.85 ドルと 35.02、34.07 というふうにですね、終わり値の最安値が切り下がっていったので、この3回買うところがあったということになります。そして2018年の後半ですね。後半もですね、2018年の前半でつけた最高値を更新することがなかったんで、そのままですね、それを最高値として生かして、さらにですね、安値を切り下げていった 34.59 ドル、33.72 ドル、32.59 ドルっていうのをですね、購入していくような形になっています。では次にですね、2019年前半になります。2019年前半は、こちらのですね、38.85 ドルっていうところが、終値ベースでの最高値ということになります。そこからですね、5% 下がった 36.61 ドル、36.3、36.23、35.85、この4回がですね、買うタイミングということになります。そして2019年の後半ですね。後半はですね、また高値というのが更新されずに、もうこの3回、35.48、35.31、35.11、こちらの部分で買うことになります。
ではですね、2020年ということで、2020年はですね、コロナショックのところ以外ですね、買う場面がなかったんで、コロナショックのところだけピックアップしてですね、ご説明していきたいと思います。まずですね、コロナショックの前にですね、39.9 ドルというですね、最高値をつけました。そこから 5% 下がったところで買い増していくんですけども、暴落というところで、どんどん買い増しをしていくというような形になっています。全部でですね、12回買い増しをすることになりました。これによってですね、平均取得単価が一気に下がるということになっています。ただですね、12回も買い増しするんで、まあ、元金、自分の軍資金っていうところはね、たくさん用意しておかないといけないのかなというふうに思います。ではですね、そこから2021年1月から4月までという今までのところで見ていきますと、こちらですね、39.92 ドルというところで、今のところここの高値をつけまして、それからですね、5% 安の 37.48 ドルというところで、まあ、1回だけね、今のところ買うタイミングがあったということになります。この最高値がですね、今現在はですね、変わってます。今現在40ドル以上になってますんで、そこからのですね、5% 安っていうところで、まあ、これからはね、買うタイミングがもしかしたらあるかもしれないというところになっています。ということでですね、今先ほどのね、チャート見てもらった部分の結果としてはですね、元金が3万7000ドルということになって、口数としては1170口、買うことができたということになっています。平均取得単価としては 31.09 ドルということで、まあ、ぼちぼちの成績なんじゃないかなと個人的には思っています。ではですね、先ほど、ご紹介したルール、こちらのアレンジ方法というところなんですけども、まあ、余裕が、ね、ある方っていうのはですね、最高値から何パーセント下がったら買うっていう決める部分のパーセントのね、数字をですね、下げていくことによって買う機会がたくさんあるということになっていますので、まあ、先ほどね、5% でね、シミュレーションみたいな形でやってみましたけど、それをですね、まあ、3% にしたり、2% にしたりっていうことで、まあ、買うタイミングがたくさん増えるのかなというふうに思います。またですね、1回の買う金額っていうのを増やすっていうやり方でもいいかと思います。まあ、手持ち資金の考え方としてはですね、1回の購入金額の、10回分から15回分ぐらいはですね、手元に残しておいた方がいいのかなというふうに思います。10回から15回分ぐらいね、手元に残しておけば、先ほどのコロナショックのような暴落時にですね、対応しやすいというところで、まあ、おすすめかなというふうに思います。というわけで、今回の動画のまとめになります。今回はですね、SPYD の購入タイミングについて考えてみました。まあ、この方法だとですね、終わり値の最高値っていうところをね、まあ、覚えておいて、そこから 5% とか、まあ、何パーセントとか切り下がったら買おうというふうにやらなくちゃいけないというところで、まあ、覚えておかないといけないっていうのがね、まあ、ちょっとめんどくさいかなと思うんですけども、まあ、それなりにね、使えるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、SPYD のですね、購入タイミングはね、まあ、いろいろね、いろんな方がね、いろんなことを言われてると思いますけども、まあ、自分で決めたタイミングでね、買うのが一番いいのかなと思います。僕自身はですね、まあ、毎月ですね、まあ、積み立てで一定数買っているというような形になっています。まあ、実際はね、積み立てしない方がいいって言われているんですけども、まあ、積み立てをして配当金を少しずつ増やしていけたらいいなと思っているので、まあ、そんな形で買っているといったところになります。というわけで今回の動画は以上になります。このチャンネルではですね、セミテアまでの途中経過っていうのを発信しています。そんな中ですね、僕自身は SPYD に投資をしていますので、SPYD に関することというのもですね、このチャンネルの中でですね、お伝えしていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。